はい、動画本編の前にね、気づいてない方がもしかしたらいらっしゃるかもしれないんで、今ね、クラクラ星ボーナス2倍イベントが来てます。こんな感じでね、マルチで星を5つ獲得すると星ボーナスがもらえるんですけれども、今ね、2倍資源がもらえるので忘れずに、取っておきましょう。期間がね結構短めなんで、一応こんな感じで挟ませていただきました。ということで、今日の動画の本編、どうぞ。どうも、ドズルです。はい、ということでね、今日もクラクラやっていきたいと思います。昨日ね、ちょっと私、面白い変わった動画をね、あげたんですけども、それがこちら。実際はひどい攻めを、あたかもスーパープレイヤーのプレイのように、解説してみたっていう動画をあげました。で、それについたコメントが、いや、すごいね、みんな面白いって言ってくれたのは嬉しかったんですが、ボン。はい、ここ最近一番面白い。前回できるとは思ってなかった。久々笑いました。面白い。毎日この企画頼む。ドズルさんの動画を見た中で一番好きだった。クラクラの動画でこんなに笑ったのは初めて。なんかね、なんか最近のね、動画が面白くないって言われてるような、ちょっと凹んだんですけれども、皆さんコメントありがとうございます。はい、ということで今日の動画は、今日ね、前回のクラン対戦で、すごいプレイがあったんでね、そちらのリプレイを見ていきましょう。最近ね、タウンホール10ではもちろんホグライダーとかもね、まだまだ強いんですが、まあ、前回のアップデートで大幅強化されたバルーンを使ったね、空攻めが、最近流行っております。今日紹介するプレイヤーは、ジャイルバードさんですね。ジャイルバードさんがプレイしているタウンホール10のアカウント、こちらの、プレイを見ていきたいと思います。なんとタウンホール10で相手のタウンホール11、これイーグル砲も普通にあるし、インフェルノタワーとかクロスボウもね、タウンホール11の、レベルのやつがちらほらあるベースに対して、全開を取っていた。この全開はね本当にすごかった。ということで見ていきたいと思います。で、まずはクイヒーで、レイジを使ってねしっかりと延命しつつ、バルーンと、ベビドラを使ってうまく相手の援軍をね、引っ張っています。ここヘイスト使って中の防衛施設まで、しっかりとね、バルーンが破壊しているのがわかると思います。結構やっぱバルーン単体プラス、ヘイストとかでね、防衛施設がガンガン破壊できるようになったので、まあ、そういったところねうまく使って援軍を釣っているのがわかると思います。さあ、ここからクイヒー回していくんですが、今回クイヒーはねヒーラー4体ですね。結構タウンホール10、11だと、相手のね防衛施設のレベルが高いとレベルじゃないわ、ヒーラー5体のね編成もよく見かけるんですけれども、今回はヒーラー4体、そしてバーバリアンキングを途中で合流させる形。さあ、ここでウォールブレーカーを壁を開けて、バーバリアンキング合流ですね。まず先にバーバリアンキングを入れて、先の防衛施設からねアーチャークイーンがターゲット取られないように、アーチャークイーンの盾役としてねバーバリアンキングを使っていると思います。でここでアーチャークイーンクローク使わないんですよね。ここインフェルノタワーに対して攻撃受けていたんですけれども、クロークもそしてレイジも使わずになんとか処理しきります。でここでクローク使わなかったことによってね、相手のアーチャークイーンも処理できるようになるので、ここら辺とかポイントかなと思います。結構ね度胸っていうか、その最後までプランニングちゃんと練れてないと今のところでね使わないっていうのは難しいと思います。さあ、ここで、一気に空パートを突入いたしまして、インフェルノタワーに対してはフリーズで、イーグル砲に対してね、バルーンが集まっていくようなイメージで、バルーンを展開していっております。結構そのなんだろう、9時方向のバルーンがね、大量に生き残るような形でイーグル砲に、向かっていってるのが分かると思います。結構ねイーグル砲攻撃力高くて、まあ、ヒーローにね、ターゲットが行ってしまうとそれの時点でもうジエンドなんですけれども、うまくね、バルーンとかラバハウンドでターゲットを取りながら回し切っております。で今回はもうタウンホール10から11の攻め、なかなかやっぱ前回取れるもんじゃないですけれども、きっちりとね、バルーンが最終的にゼロかな、バルーン残らないんですけれども、きっちり収めきるような形でね、落下ダメージで最後の、なんだろう、クロスボウを破壊しての、全開という感じですね。いや、この全開はマジでしびれました。ということで、今日はですね、ちょっと私も空攻めをね練習しないといけないですよね。やっぱりこのリプレイ見て練習せざるを得ないんで、今日はね、ちょっと同じ編成を使って、星2ボーナスも来ていることですし、同じ編成、全く同じ編成を使って、マルチタウンホール10に、攻めていこうかなと思っております。編成は、こちらですかね。編成は全く一緒、ヒーラー4体編成で、まずベビドラとね、バルーンなんかを使って相手の援軍を釣ったりして、空攻めをスタートさせていきたいなと思います。ちょっとねジャイルさんはタウンホール11を全開していましたけど、ちょっとタウンホール10で勘弁してくださいさすがにね、タウンホール11、空で攻めるとね、散々の、ここ、タウンホール11、あ、タウンホール10。ここ行きましょうかね。ここだとね、回廊陣でしょ？で、低いヒーで、対空砲も処理できそうなんで、
前回いけるんじゃないかな。タウンホール10でもそこそこ施設のレベルは高そうですが、結構ね、多分いける。いや、多分いけるって言っちゃうと怖いけど、行ってみましょうか。まずはクイヒーからスタート。これ9時方向からクイヒースタートいたしましょうかね。クイヒーをまずクイーン出してヒーラー。OK。ここでね、多分エアースイーパーから攻撃を受ける際にはレイジが必須になってくるかなと思います。早めに打っときましょう。さあ、そして援軍を釣りたいですね。ベビドラでターゲット取って、でバルーン入れていきましょうか。バルーンヘイストで、ベビードラからのバルーンヘイスト、 OK。 さあ、これで相手の援軍が出てこないか。あれ、これ出てきてないですね。援軍入ってないのかな。援軍は空で突っ張れるやつはなさそうですね。空で引っ張れるやつはなさそう。おっと、赤爆弾赤爆弾そんなに来るか。赤爆弾、これはヒーラーやられちゃったら痛いですね。そしてババキン、あ、ババキンそれちゃいましたね。オールブレーカーでカバー、ここ中に開けれれば OK、 ギリ OK、 開きました。これでね、クイーンができれば60方向に引っ張ってきてほしいけど、集中砲火を受けている。これはきつい、これはきつい。クローク、これはきついな。ちょっとクイーンやられて事故っぽいな。結構厳しそうでしょうか。せめてタウンホール OK、 せめてタウンホールを落としましたが、ここでクイーンやられてバーバリアンキングにヒーラーがつく。いやー、厳しいか。ここから奇跡起きないかな。ちょっと厳しそう厳しそう。ババキンがまずは対空砲を処理してほしいですね。せめていけ、 OK、 いったでしょう。素晴らしい。さあ、ババキンナイスファイトで空パート行きましょうかね。ここから一気にね、広く、ラババル回していきましょうかね。最終的には60方向のインフェルノタワーにバルーンが集まるようなイメージで、一気にね、結構バルーンは多めなので一気に出していきたいと思います。さあ、いけ、 OK。 さあ、そしてバルーン少し多めに、さあ、こんな感じでいいかな。で、ヘイスト、ヘイスト、対空砲破壊、 OK。 さあ、そして中心部フリーズ、よし、テスラにもかかりましたね。さあ、ここでバルーン追加で出していきましょう。さあ、どうだろう。ああ、ちょっと厳しいか。さすがにクイーンのあの頑張りが響いてきた、ここによって。あ、ただどうだ、いやー、厳しいか。ちょっとインフェルノタワーに最後バルーンが集まればね、いい感じに全開取れると思うんですが、ちょっと厳しそう。さあ、テスラに対してしっかりとラバハウンドがまだ守ってくれている。あ、いける、これ、いけそう。さあ、残りバルーン少し、あ、一撃、一撃入れ。あー、厳しいか。うー、惜しい。インフェルノタワーが残ってしまいました。いやー、まあでもね、ちょっとこのベースは全開したかったな、気持ち的には。はい、ということでね、今日は空攻めに久々に、練習してみたんですけれども、まあやっぱり甘くないですね。特にクイヒーラバルは、ハイブリッドとかと比べてね、クイヒーをいかに活かしていくのかっていうのはちょっと難しい戦術になっていくので、引き続きね、また空攻めに関しては練習していきたいと思います。やっぱバルーンが強い分ね、本当に空攻め今強いと思うので、皆さんもぜひ、練習してみてください。ということで、今日の動画はクイヒーラバルが強いっていう動画でした。また次の動画でもいろいろチャレンジしていきたいと思いますので、ご視聴よろしくお願いいたします。ではまた次の動画で、バイバイ。